将棋の藤井聡太八冠に同学年の伊藤匠七段が挑戦している栄養戦五番勝負の第四局は、藤井八冠が勝ち、二勝二敗のタイとしました。タイトルの行方は最終第五局に持ち越されました。栄養戦第四局は千葉県柏市内のホテルで、午前9時から挑戦者伊藤七段の先手で始まりました。 栄養戦は5番勝負で、先に3勝した方がタイトルを獲得します。藤井八冠はここまで1勝2敗と、初めて後のない角番に追い込まれ、伊藤七段は初めてのタイトル獲得まであと1勝としていましたが、つい先ほど伊藤七段が投了し、藤井八冠が勝ちました。これで対戦成績は2勝2敗となり、 タイトルの行方は最終第5局に持ち越されました。伊藤七段の初タイトル獲得か藤井八冠が記録を更新中のタイトル戦23連覇かタイトルの行方が決まる注目の第5局は来月20日甲府市内のホテルで行われます。